青コーナーより後藤博樹入場。さあ、北海ヤングライオン後藤博樹が入場してまいります。赤コーナーより激辛爆弾カリーマスク入場。さあ、ジュニア戦線に新たに名を連ねたこの男入場してまいります。行けよー、ひろきー。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、後藤ひろきー。頑張れー。赤コーナー180センチ90キロ、ガンガン行けマスク。頑張れ。ひろき。レフリー田山正夫。後藤。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に振り返してグラウンドでの攻防に持っていきます。組み合います。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。足に照準を絞るのでありましょうか。ドロップキックを見舞ってまいります。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。ガードします。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。ホイップしてまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから言えることは許されませんからね。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。この辺りの関節攻撃いかがです？うん、ちょっと浅いですからね。そうですか。あっと、逆に捉えた。足を殺してまいります。腕を捉えます。切り返します。あっと、キャッチした。テイクダウンを奪います。そのまま膝を決めていきます。ロープに逃れました。キックを打っていきます。行くのか、逆に振り返した。ドロップキック、組みに行きます。逆に返します。エルボードロップを落としてまいります。
起こしてまいります。腕をフックします。 DDT で切り返した。組み合います。ロープに振った。ショルダータックルで倒します。腕を取ってまいります。あっとエルボー、フロントに捉えます。パンチで返します。ロックアップ、ボディースラム、そのまま足を取ります。行くのか、ボディースラムです。エルボードロップ、ブロックします。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。あっと逆に捉えた。このあたり研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。 STF に移行してまいります。ロックアップ、かわず落としです。掴んだ、キックで返します。チョップであります。そのまま足を決めていった。出すのか、エクスプロイダーが決まった。小脇に抱えた、空中で反転、ブルーサンダー。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、バックを取ってカウント2.98。これでも決まりません。バックに回った。10分経過。あとリバースの DDT、 ムーンサルトプラス、カウント3が入りました。コーナーよりプロレスリングノア池田大輔入場。さあバチバチファイトが新庄であります。この男池田大輔が入場してまいります。コーナーより新日本プロレスファイティングビースト梶田正之入場。さあ野心ぎらつく格闘士が入場してまいりました。
いちゃん。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア180cm 105kg 池田大輔。赤コーナー新日本プロレス183cm 110kg 勝ちた正幸。レフリー田山正男。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴みます、テイクダウン、ガードを取ります、強烈に打ち込みます、ガードします、ローを打ち込みます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。ストマックへの攻撃であります。させません。ストマックに突き刺さります。外してまいります。おっと逆に捉えた、パンチで返します。エルボー、膝へのキックです。ブロックします。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ストマックを狙ってまいります。ローを打ってまいります。ストマックに突き刺さります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。あーこの辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。あっとキャッチした、パンチ攻撃です。ローキック起こしてまいります。上から潰します。抜けてまいります。ガードします。ソバットを放ちます。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ええ、フライングメイヤー、実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。抱えます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。組み合います、逆に倒します。腕をフックします。あっとそのまま倒します。させません。ストマックを狙ってまいります。外してまいります。腰を落とします。蹴ってまいります。フロントに捉えます。今体重乗ってますよ、いい投げ方ですね。はい、バックに回ります。うまく切り返した、肩が上がります。ブレンバスターに取ります。首を締め上げてまいります。強烈なローだ、いけるか、あっと返した。さあがっちり入ったぞ。これは決まってますね。ローキック強烈、あっと逆にキック、ブロックした。裏アキレス固めに移行する、ここでロープブレイク、ガチッと組み合った、ハンマースルーをさせない、組み合った、逆に返した、引き起こす、掴んだ、グーの鉄拳制裁、ガードした、いけるか、一気に締め上げる、ロープブレイク、ローキック、組み合った、あっと切り返した、首根っこを掴んだ、させません、頭を掴んで
もう気持ちだけで打ってますね。はい、スピアーが突き刺さった。今朝で決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。テンポで捉えましたよ。架空を見上げたか。掴んだ。強烈なキック。あっと逆に切り返した。テイクダウンを奪った。あっと外した。すごい顔で打つ。ネックロックガッチリと入った。落とすのか。ロープに逃れました。そのまま叩きつけていった。腰に手を回した。受け身の取れない。ジャーマンスープレックス。抱き起こす。あとガブった。入ってますね。タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。タッグマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー魔界2号新日本プロレス270番中西330番吉江豊か。赤コーナー魔界クラブ240パウンド魔界2号。2号270パウンド魔界1号。1号レフリー西田が周一。中西ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。そのまま足を取ります。Ha ha!
ッチした。パンチで返します。ロックアップ、巻き投げで切り返します。カイナ力で締め上げてまいります。抱えます。させません。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。スイッチしてまいります。こめかみのあたりを狙ってまいります。ブロックします。ダブルで決めていった。引き起こします。ハンマーを打ち込んでいきます。腕をフックします。逆に投げてまいります。掴みます。アップエルボー、キックを打っていきます。張ります。蹴りを見舞ってまいります。エルボーを入れていきます。ボディースラム、腕を取ってまいります。掴んだ。あっとバックに回った。スリーパーに捉えます。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。アームロックの体勢、立ってまいります。組み合います。逆に振り返して全身でぶちかましてまいります。フロントからのキック、合体してのパワーアンパー、ラリアット。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。合体のブラッバスター、起こします。乾いた音が館内に響きます。小脇に抱えます。エルボーで返します。蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。パンチで返します。ここでタッチです。組みに行きます。コーナーに振って、ボディアタック強烈、顔面が歪みます。させません。ハンマーが襲ってまいります。掴んだ。意地を打ち込んでまいります。ブレンバスターに取ります。フロントからのキック、行くのか。させません。キックを打っていきます。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。
腰を落とします。逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。つかみます。10分経過。これは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。抱き起こす。バックに回った。エルボーで切り返す。サンドイッチのラリアット立たせていく。おたけびを上げた。ストンピング、いけるか。あっと返した。ストンピング強烈。腕をフックした。 DDT 同点。首へた。あっと逆に投げていった。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。エビに固める。ここでロープブレイク。掴んだ。エルボー打ち込む。キック、いけるか。あっと逆に投げていった。抑え込んでロープブレイク。腰を落とす。バックブリーカー状態から落としていった。アイアンクローで叩きつけた。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。全体重を落としていった。あっと切り返した。カバーの体勢。カウント2。返しました。15分経過。15 minutes pass。 エルボー強烈。かエルボーで返す。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。バックを取ってエルボーで返す。さあタッチ。いけるか。正面から投げていった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。あっと逆に捉えた。ドラゴンズクルー起こした。あーいいの入りましたよ。記憶が飛んだか。片エビに持ち込む。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ストンピングを叩き込む。このポーズ、すごい顔で打つ。内山ジャーマン、美しいブリッジ。 Come on!
こす。抱えた。おっと、フロントからのスリーパー。ここでタッチだ。蹴り上げていく。組み合った。コーナーに振った。ナダル式のフロントスープレックス。ここでスイッチ。肉体を躍動させる。気合を入れた。20分経過。体を預ける。カウントリーで89。重低音バズーカ。心の連携が冴え渡る。ジャンプ強烈。カバーの体勢。3つは入りません。蹴っていった。頭を掴んでハンマーを落としていくか。抱えた。オクラホマスタンピードで叩きつけ、カバーした。腰に手を回した。バックに回ってスリーパー。ロープに逃れました。ブレンバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。放っていくのか。マッドスプラッシュが降ってきた。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。ガードした。タックルぶちかわし、スリーパーで頸動脈を締め付ける。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。引っこ抜きか。高角度のサムライボン起こした。アルゼンチンだ。背骨が悲鳴を上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。組み合った。ブルドッキングヘッドラック引き起こす。宇治山ジャーマンこっち式。カウント2。小股に挟んだ。カナディアンで担ぎ上げた。ここでゴングが乱打されます。
IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、成瀬正幸、竹村勝志入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオンチーム、邪道下道入場。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、178cm 95kg 竹村勝志。173cm 95kg 成瀬正幸。赤コーナーチャンピオンチーム、174cm 90kg ゲドー。 180cm 96kg ジャドー。レフリーレッドシューズ運動。さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ヘッドを打ってまいります。乾いた音が館内に響きます。バックを取ります。バックドロップの体勢、岩石を落として叩きつけます。起こしてまいります。蹴りをぶち込みます。組み合います。倒してまいります。キック攻撃を見舞います。キックで牽制していきます。テイクダウン。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。返してまいります。起こします。あっと、キャッチした。技をかけてもこうやって切り返しますからね、面白いですよね。本当にそうですね。心の連携が冴え渡る。ラフ殺法に転じます。荒っぽいファイトを展開してまいります。フロントからのキック、ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ストンピングで
です。行くのか、ロープに振った、相手を挑発してまいります。リング下に降ります。おっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。この辺りラフに転じてまいります。顔面が歪みます。肘を打ち込んでまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。蹴ってまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。そのままグラウンドに持っていきます。スタンディングを取らせます。腰を落とします。エルボーで返します。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。この辺りのグラウンド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。エルボー引き起こします。小脇に抱えます。岩石落とし、バックドロップであります。ガチッと組み合った、対角線に飛ばした。ラリアットなぎ倒し、ここでタッチだ。岩壁の母の胸に抱かれました。さあタッチ、いけるか。あっと、切り返した。このポーズ、抱えた。あっと、逆にパンチ、ガチッと組み合った、逆に返した。ラリアット、気合いを入れた。強烈、蹴り上げていく、蹴っていった。あっと、キャッチした。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。ここでスイッチ、足を取った、キャッチを取るボタンでした。起こした、頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。
近敵攻撃。いけるか。コーナーに振って。ジャンピングに。おっと、腕を決めていった。ロープに逃れました。蹴りをぶち込む。抱き起こす。キャプチューだ。組み合った。フロントから叩きつけた。立たせていく。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。あっと急所攻撃。ここでタッチだ。組み合った。バッと返した。いけるか。バッと返した。ストンピング。ガチッと組み合った。正面から投げていった。引き起こす。バックに回った。逆さ押さえ込みで丸める。カウント2つ。惜しい。バット、キャッチした。後頭部円陣。あっと顔面。場外に降りる。おっと逆に捉えた。おっと逆に捉えた。組み合った。あと切り返した。15分経過。15 minutes passed。ノーザー行くのか。あと逆にキック。ここでスイッチ。リングに戻ります。もう泣いているファンもおります。これだ。これこそ感動シンドローム。いけるか。あと逆に返した。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。掴んだ。小気味のいいコンビネーションだ。カバーした。ロープブレイク。ロープブレイク。首根っこを掴んだ。そのまま腕を決めていった。腕をフックした。おっと逆に腕を取った。抱き起こす。おっとそのまま後ろに投げていく。
くびれっこをつかんだ。頭突きを打ち込む。ガードした。ドロップキック。場外に移行した。肉体を躍動させる。フロントキック。ガチッと組み合い逆に返した。フロントに捉えた。フロントスープレックスで引っ抜いた。起こした。固めていく。ここでスイッチ。リングに戻ります。ブロックした。抱えた。膝を突き上げていった。キャッチした。バックに回った。放っていくのか。スーパーフライで飛んでいった。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。ローキック。ストンピング強烈。ガチッと組み合った。あっと切り返した。組み合った。ロープに振った。ピンポイント膝。逆に捉えた。させません。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。ラリアット。フィニッシュになるか。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ハンマーを振りかざす。掴んだ。急所。腰に手を回した。長田の靴。ここで権利が乱打されます。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者プロレスリングノア健太入場。得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男、ケンタの入場であります。赤コーナーよりチャンピオン、新日本プロレスジュニアのカリスマ金本浩二入場。さあ、ジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者プロレスリングノア、173センチ、80キロ、ケンタ。ケンタくん、ケンタ。赤コーナーチャンピオン、ケンタ。新日本プロレス、180センチ、90キロ、金本浩二。金本さん、レフリー、レッドシューズ運の金本さん、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。強烈なキックです。組みに行きます。ロープに振った、膝にピンポイント集中砲火。ローを打ってまいります。逆に捉えた、ドラゴンスクリューで倒した。ロックアップ、リング下に落とします。リング内に戻ります。お、なんていうんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。今ちょっと頭打ちましたね。そうですね、ちょっと危ない体勢で打ちましたよ。行くのか、コーナーに振った、ドロップキックであります。ストンピングです。どんな相手にでも物怖じしない度胸を持っておりますこの金本浩二。今宵もこの男特有のある意味無鉄砲ともいえるファイトスタイルで我々を魅了していく構えでありましょうか。あっと、ファルコンアロー。いやー、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。パンチで返します。逆に返します。あっと、キャッチした。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。
ファン内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。リング下に降ります。リング内に戻ります。組み合います。おっと、トラサッポーが火を吹いてまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。組み合います。ロープに飛ばした。ドロップキック。キック攻撃を見舞います。行くのか。あと返します。鋭いキックです。組みに行きます。返してまいります。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。気合を入れてまいります。起こしてまいります。スリーパーに捉えます。逆に捉えた。エンジン蹴り、顔面に打ち込んでまいります。ブレーンバスターに取ります。ミッシャーマンバスターに持っていった。行くのか。あっと、回転して膝を固めてまいります。掴みます。あっと、逆に蹴っていった。あっと、キャッチした。あっと、エンジン切り、ストンピング強烈、立たせていく。バックに回った。あっと、逆に返した。膝を狙っていった。スワンダイブのミサイルキック、いけるか。正面から投げていった。抱き起こす。あっと、耐えた。腰に手を回した。ニールキック。10分経過、10ミリそのままアンクルホールドに持っていった。足を抱えた。させません。抱えた。あと、逆に投げていった。チョップ強烈、ブロックした。引き起こす。バック当たって逆にバックに回った。じゃあ、首根っこを掴んだ。あっと、逆にキック。組み合った。あっと、切り返した。腕を狙っていった。膝を壊しにいった。あっと、キック。抑え込んでカウント 2.5。 エリボー打ち込む。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。強烈なだれ式で落としていった。腕をフックした。ミッシャーマンバスター、黒字に折れ曲がった。
ロープに逃れた。腕をフックした。シュミット式で落としていった。起こした。タイガースパイクス。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。アンクルホールドの体勢。組み合った。ロープに振って、まさに一瞬も目に離せないという予想以上の展開となりました。さあこの試合どっちが勝つんだ。ドロップキックが突き刺さる。ムーンサート。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより新日本プロレスマッスルモンスター入場。さあ全身フルメタルジャケット、自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。魔界の暴走テロリスト村上和成入場。さあ神出鬼没のテロリスト村上和成が入ってまいりました。村上、村上、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー新日本プロレス193センチ134キロ、マッスルモンスター。頑張れ。赤コーナー魔界クラブ186センチ95キロ、村上和成。村上レフリーレッドシューズ運動。頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。2位を蹴り上げます。掴んだ、ボディースラムです。スリーパーで締め上げます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。蹴ってまいります。フロントに捉えます。フロントからのキック、ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。このポーズです。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。飛び膝蹴り、相手を挑発してまいります。
掴みます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩を撒いたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。崩し方うまいですね。足の使い方がうまいですよ。あ、なるほど。バックからパンチを落としていく。抜けてまいります。顔面が歪みます。パンチを打ち込んでまいります。ガードします。バックを取ります。さあ、早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。リング下に降ります。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。掴んだ。あっと、ストラックのあたり。腕をフックした。あっと、逆にパンチ。フロントキック。組み合った。あっと、お気をつけください。リングに戻ります。リングに戻ります。抱えた。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。ガチッと組み合った。コーナーに振って、掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。いけるか。そのまま叩きつけていった。抜くのか。投げっぱなし。パワーバーム。いけるか。次上げるのか。全開を加えてボムに持っていった。抱き起こす。あと、逆に捉えた。あと、フック。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。あと、逆に腕を取った。螺旋を加えて DDT。 フィニッシュになるか。